もう上半期はどっぷり千尋に使っていたのであのやっぱり今年の一大ニュースといったら「千と千尋の千尋」役かなと思います LINENEWS アワーズ2022俳優部門を受賞されたのは橋本環奈さんです舞台「千と千尋の神隠し」では主演千尋役を演じ帝国劇場で初舞台という大きな挑戦を成し遂げました。 映画バイオレンスアクションでは本格的なアクションシーンで魅了し実写ビジュアル含め再現度が高すぎると話題に。映画体探しでも主演を務め12月にはブラックナイトパレードの公開が控えています。橋本さんのラインニュース内におけるこの1年間の話題の推移はご覧の通りです。それでは橋本さんにトロフィーが贈られます。おめでとうございます。 おめでとうございますそれではまずは今のお気持ち教えてください LINE、はいえー、ニュースアワーズ2022俳優部門にご選出いただき大変嬉しく思いますありがとうございますあのー、2022年もたくさんあ LINE、のー、ニュースに取り上げていただいてお仕事であったりあとあのー、SNS に あげたプライベートの写真とかもたくさんニュースに取り上げていただいてすごく嬉しく思っています、あのー、自分ではニュースになるんだっていうことまでというか,なんかあまり意識してない部分でニュースに取り上げていただいたりとかをして私も LINE で自分で見かけることも <laughs> あったりするので、はい、すごく嬉しく思いますありがとうございます。 そうですねやっぱり2022年は私「あの千と千尋の神隠し」の千尋役をやらせていただいて、あのー、7月4日までの公演だったのでもう上半期はどっぷり千尋に使っていたのであのやっぱり今年の一大ニュースといったら「千と千尋の千尋役かなと思います。気づきや学び もう上げ出すとキリがないぐらいあの初めての舞台だったのであのたくさん学ぶことばっかりであのそれこそ稽古の初日の映像とか見返すと本当に恥ずかしくなるぐらいあの本番と全然違ったりだとかだからあの成長ってやっぱり目に見えるものじゃないと思うので。 実感する部分もあるけどまだまだだなって痛感することばっかりだなっていうのは思いました、うん、稽古の初日の VTR をご覧になって、はい、どのの部分が具体的に違うんですかやっぱりあのー、舞台でこう2,000人ぐらいのお客様の中にこう声を届けなきゃいけない時に稽古初日すっごい声小さかったんですよ。でもそれは つぶやくお芝居だったんですけどつぶやくお芝居でも、あのー、一番後ろの席の人まで届くようにあのつぶやいてるお芝居をしなきゃいけないっていうのが舞台ってすごく難しいなって思いましたね。